ケンジントン宮殿18世紀初頭に作られた版画、ジャンキップ・作キングズ・ギャラリー・ケンジントン宮殿は、イギリスの首都ロンドンに存在する宮殿、ウェストミンスターの西方ケンジントン・ガーデンズ内にある。現在は、イギリス王室の構成員である、ケンブリッジ公爵家、グロスター公爵、リチャード、マイケル王子夫妻などが居住している。宮殿の起源は、17世紀に、 ノッティンガム博のためケンジントンに建設されたノッティンガムハウスである。この館は1689年にイングランド国王ウィリアム3世によってノッティンガム博ダニエル・フィンチから買い取られた。ウィリアム3世は機関自然息をわずらっておりスモッグが追うロンドン中心部を嫌ったためであるとされる。当時のケンジントンはロンドンの街から離れた村落であったが テムズ川の水運を用いなければならなかった。ハンプトンコート宮殿よりも移動距離が短かった。宮殿からハイドパークコーナーまでには私的な道が設けられたが、これは数台の馬車が並行して走れるほどの幅を有していた。そのうちの一部は現在ロットンローとして残されている。その後、クリストファーレンによって宮殿は拡張され、 建物の正面を正方として南北には新たに胸を建設し、前提が整備された。公にはあくまで、ケンジントンハウスであり、パレスではなかった。数世紀の間、イギリス王室の面々はこの宮殿を愛用してきたが、正式な宮殿は、セント・ジェームズ宮殿のままであった。ジョー・メアリー2世は1694年に、天然痘により、ケンジントンで死去している。 1702年には、メアリーの夫である、ウィリアム三世が、ハンプトンコート宮殿で落馬し、ケンジントンへと運ばれ、ここで死去した。ウィリアム三世の死後は、アン・王が居住した。1981年には、第8、旧アパートメントが合体され、新婚のプリンス・オブ・ウェールズ夫妻、チャールズとダイアナの居室とされた。離婚後も、ダイアナの公の居住地は、 この場所にあった。ウィリアム王子は、宮殿から、ケンジントン付近の保育所、そして、ノッティングヒルの幼稚園へと通っていた。2011年に結婚したケンブリッジ公爵、ウィリアム王子と夫人のキャサリン妃は、ケンジントン宮殿に居住し、ジョージ王子とシャーロット王女も、宮殿の住人である。今日では一般に解放されているのは、 マーガレット王女が住んでいたアパートメント 1A の庭部分のみである。玉字室はヒストリックロイヤルパレシズエージェンシーにより、その他のプライベート部分は現在も王室の予算を用いて整備されている。ありがとうございます。